そこでこの iPS のがん免疫療法とは、まあ、これもう今から長いこと話してもらうかと思うかもしれませんけど、実際はここからは実はあんまり大してデータがなくてですね、もうこれまでの背景がよく理解していただいたらサクサク分かる話です。つまり十分な量の T 細胞が供給できたら大きな効果が期待できると。だからキラー T 細胞を増やすというのは、特定のやつを T 細胞をじゃあガバガバ増やして入れてやればいいじゃないかと思われるかもしれませんが、実際にリンパ球のクローニングというのはできます。ただしそれはなんぼでも増えるということは、要するにがん化する、不死化するということでして、 B 細胞の場合は不死化させてもその上積みの抗体を臨床に使えたわけですが、 T 細胞の場合このがん化したような細胞を使うわけにいかんと、それで研究用にしか使えへんという状態だったわけですが、iPS 細胞化するという形でクローニングして取り出してきたら、ここで大量に培養できて、しかも正常な細胞に分解移動ができるので、好きなだけリンパ球を使える状況が作れるんじゃないかと。ここで遺伝子再構成のことをさっき学んでいただいたのが話が生きてくるんですけども、特定の反応性の T 細胞だけ選んでそこから iPS を作ると、この T 細胞レセプターは再構成された遺伝子でできているので、その遺伝子の情報というのはそのまま iPS に継がれますので、そこから T 細胞を再生すると同じ反応性のものができてくるはずだと、この理屈の研究を始めましたが、これは僕らは iPS 細胞ができてからやったんじゃなくて、まずその前から核移植というのでやっておりました。理研に行ってからなんですけども、谷口先生とか小助先生とかと一緒に、NKT 細胞というちょっと特殊な T 細胞なんですけども、この核を移してそこからマウスの個体作ったり、ES 細胞を作ったりして、そこから T 細胞を作ると確かに全ての T 細胞が NKT 細胞になったと、そういう形でこの原理がワークするって形で一応特許も出してあります。でもうですね、先ほども言いましたように核移植の技術が失速してて、でそこに iPS 細胞の技術が出てきたと。そこでこのがんを攻撃できるリンパ球から iPS 細胞化してという戦略を取ることにしました。それで去年の1月ぐらいに、このセルステムセルというね、このステムセル業界の中では一番インパクトファクターが高い雑誌ですが、そこにメラノーマ、悪性黒色腫の抗原特異的な T 細胞の再生に成功したという論文を出したわけです。で、同じ号に東大の金子先生、中内先生らもエイズウイルス特異的な T 細胞に成功したというのを報告しています。でこの号の表紙には、これもちょっと僕が書いたんじゃなくて中国人のイラストレーターが、2つの論文が日本から出たということで、日本のイメージで、赤と白の丸 でこれが T 細胞リセプター、ユミヤが、でこっちがこのもう古くなった T 細胞で、こっちが蘇った T 細胞と、同じ仕事するんで してもらうんでも、こんな何かヨボヨボのばあちゃんが若い女の子の方がよろしいなと、結構セクシャルディスクリミネーション、エイジディスクリミネーションが混じったようなんですけど、結構個人的には気に入っております。これは新聞にも結構報道されまして、テレビでも取り上げられたりしたんですが、最近で言うとついこの間の NHK スペシャルの第3回で、中には見られた方もあるかもしれませんが、老いと戦う細胞と、老いと戦う細胞というのは再生医療で再生させた細胞ということなんですが、その中で人工 T 細胞という形で紹介してもらったりしてます。iPS 細胞化して再生するなんて言ってますが、で実際にじゃあ人 T 細胞から iPS 細胞にするとどうするのかと、ここからその抗原特異的な T 細胞というのは、この抗原特異的な MHC とペプチドをくっつけた分子に蛍光標識すると、フローサイトメーターというので検出できます。ちょっとそのデータが出ますので、ここでそういうのをテトラマーというので、テトラマー陽性細胞というのが抗原特異的な細胞と思ってください。でそのテトラマーで染まっているような細胞を、これは
NIH、だからさっきのローゼンバーグのグループからそういうあの T 細胞をもらってきて、そこから iPS 細胞を作りました。これ山中因子と、あと SV40 という因子もちょっと自分らで工夫して入れまして、iPS ができたと。こういう iPS 細胞が多能性かどうかっていうのは、あのまあ小保方さんですっかり有名になりましたけど、あの既形種を作ってみるというやり方が出ます。で注射したら、まあ、体のいろんな組織になりましたと。で今度この iPS 細胞 T 細胞を戻すことをします。これはまあ iPS 細胞をこの脂質細胞と一緒に培養するんですけども、あのまあ胸腺の中の細胞と同じような細胞がこうできていきます。でこの状態ではさっきのテトラマーというのが、そういう意味で、まあ、7割ぐらいがテトラマーに反応する細胞になってきていると。で、まあ、自分たちちょっと独自な工夫を加えまして、あの T 細胞リセプターを刺激するような抗体を入れました。まあ、すると6日ぐらいでこの成熟した T 細胞のマーカーを出すものが出てきて、でそのほとんど全てがこのさっき言ったテトラマー陽性と、つまりあの、まあ予測してた通り、あのがんに攻撃できる T 細胞ばっかりになったということになります。であのこれは論文に出したデータなんですけども、あの標的細胞として EB ウイルスでがん化した細胞にこの、 あのメラノマ抗原をまぶすと、であのこの抗原をまぶした時だけこのキラー T 細胞は活性化してインターフェロンを作ったと。まあ、実際あの殺すこともできます。後でまたそのデータもちょっとお見せしますが、まあ、そういうことでキラー T 細胞をよみがえらせたと。これはもう理論的に欲しいだけ T 細胞を作ることができることになります。で、まあ、実際に具体的な計画として、これはもう京大病院の血液内科の先生らと組んで、あと iPS 研究所の金子先生とかとも組んでですね、5年後ぐらいをめどに、まず最初はあの急性骨髄性白血病で WT1 抗原というのでやろうと考えております。この辺りのがちょっとやっぱり計画なので、多分配ってあのそうですね、出してないかもしれません。5年後ぐらいをめどに、もう進めております。つまり患者さんからキラー T 細胞を取って iPS 細胞化して、で再発があった場合、これは65歳以上としているのは、もう65歳以上の場合骨髄移植というオプションというか、あの選択肢がないので、再発してしまう薬が無効だったら他にしようがないので、まあ、まずそういう人にやってあげようと。で、あのバンク化構想というのもあの実はありまして、今のは自家移植でしたけども、これはまあ自分のものを戻すという自家移植の話ですが、実はこの iPS 細胞をこのバンクとして貯めていったら、同じ HLA 型の人ががんになった場合、同じ抗原をこれは使えるじゃないかと。わざわざその人から作らんでも、もうこれを蓄えていけばどんどん使えるようになる。でさらに言いますと、あの健康な人からこのキラー T 細胞をあらかじめ作ることもできます。つまり何も患者さんがたまんのも何十年もかけて待たなくても、あの健康な人がどんどん作ってやれと。まあ、するとあのそうやってあらかじめ作っといたら品質が保証される、で安価で供給できると。で最終的にはあのこれがちょっと難しいんですけども、あの人の細胞ですので HLA が合うか、何ヶ月かは生きて働けますが、最終的にはその人の体でがんになるということはありえないので、安全性も保証されます。で、まあ、これも配ったデータにないんですけども、実際に健康な人からそんなのできるのかいなと。まあ、EB ウイルス関連のリンパ腫よく出てる抗原に対してあった例をちょっとお見せします。これはまだあの未発表の、まあ、出来立ての例なんですけども、あの抗原で刺激するとそれに反応する T 細胞をこうやって呼び出し、増やすことができまして、でそこからあの iPS 細胞を作ることにも成功してまして、でそこからもう一回 T 細胞にすると、先ほど言いましたようなこのテトラマ陽性細胞というのが、あのこの抗原に関してもあの成功しております。でこの細胞が
現にがん細胞を殺せるのかと、抗原特異的にいけるのかというのが、これがペプチドがあった時だけこのキラー T 細胞の数を増やすごとに殺していくということで、まあ、抗原特異的なキラー活性がありますというデータです。でさらにナチュラルキラー活性があるということも確認してまして、自分の末梢血は全く殺さないのにこの、クラス1を出してないような MH を出してないような細胞はもうガンガン殺してくれると、まあ、そんなんでこれはもうすぐでも使えそうな細胞ができてきたなと考えております。まあ、結論としては再生に成功したと。でこれはがんを殺してくれる細胞をいくらでも作れるということで、まあ、免疫療法の壁を突き破る可能性がある。でもう一つ言いますと、この再生医療というのは実は、まあ、パーキンソン病とかでも脊髄損傷でも患者があまりいないし、まあ、生きるか死ぬかというほどの病気じゃないのが多いけども、がんに使えるとなるとこれはもう圧倒的に多くの人が、まあ、しかも生きるか死ぬかということに iPS 細胞技術が使えるわけですので、これは再生医療の枠をもう一気に広げることになります。多分何十倍とか何百倍の大きさになると。で、まあ、副作用は考えなくていいのかと、いうことばっかり知ってるけどもと、確かに正常細胞でもがん細胞抗原と同じものを出していることがたまにありますが、まあ、そういう時は確かにこれまで悪性黒色腫でも副作用が報告されております。だからやっぱりそれは慎重に行う必要があります。あとT 細胞リセプターが違う T 細胞リセプターに入れ替わってしまって副作用を起こさないかと、まあ、そういう可能性に関してはですね、前駆細胞のような段階で、ちょっとこの辺難しいのでもあまり詳しく言いませんけども、完全に成熟させないで前駆細胞の T 細胞になる前のもので入れて患者さんの矯正の中で T 細胞にしてやると、するとさっき言った負の選択というのが起こって、うっかり自分に反応するようなものができてしまってもそれは殺してくれますので、よりよくできるだろう。まあ、そういうことでもうほぼ最後に近いですが、まあ、今後まだこの試験管内だけじゃなくて、より体生体に近い条件でがん細胞のどこ行って殺してくれるかというのを見る必要もありますし、まあ、いろんな種類のがん抗原で同じことをやってみようかと考えております。で、まあ、支援してくれる事業会社が必要ということで、まあ、これも簡単にちょっと時間がありませんので言うときますと、まあ、再生医療の法律が変わりまして、昔は散々治験しないとこの、承認して市販できなかったんですけれども、まあ、この夏ぐらいから治験でちょっと効いたらとりあえずもうマーケットに乗せていいよというふうな変わっております。でこれからはだから細胞製剤の時代が来るということで、まあ、これまで生薬のようなものから低分子化合物からタンパク抗体ってなってきて、これからは細胞を用いて治そうという時代になってきて、その中で特に T 細胞は、まあ、がんだけじゃなくていろんな病気に治すことができるような細胞製剤の花形になると。で今日のこれ最後のスライドです。まとめですけども、免疫の基本的な仕組みのところでは、まあ、B 細胞も抗原を取り込んで提示しているということを見てもらいまして、で血液細胞の分化経路のところでは T と B は遠縁だったと、それから ES と iPS のところは社会の理解が科学の進歩に追いついてない、そんな話しました。でがんと免疫のところは、免疫は普段がんを排除してくれない、これが大きなメッセージで、でもがんの免疫療法がでも今は真っ当な医療になりつつあると。で最後のところでは iPS 細胞技術でキラー T 細胞を再生できたということと、これからは細胞製剤の時代が来るという話でした。これはもう謝辞ですね。いいです。以上です。どうもありがとうございました。